ちらのルームウェアはここでシャオリングになっていて、ウエストが絞れるようになってるんですけど、こう立った時にも上の方にシャオリングが来ていて、足長効果があります。ここもゴムになってるので、こんな感じで顔を洗う時とかお料理する時も、はい、便利です。ここも胸元が見えすぎない感じに開いていて、フェミニンな感じになってます。こちらのワンピースはですね、私の結構推しアイテムなんですけど、ここにギャザーが寄っていて、バストが綺麗に見えるところと、ここもね、いい感じに開いてるんですけど、あとはウエストがゴムになっていて、これも結構上の方になってるので、これも足長効果があります。ここのね、切り替えがこうお尻とか足を綺麗に見せてくれてます。はい、はい、こちらのコーディネートはこのカーディガンの袖がちょっと長めになっていて、こう女の子らしさをね、演出できるようになっております。そしてこのね、ボタンがちょっとポイントで、サテンでこうくるんでるんですけど、ミーワーズっぽいお気に入りポイントです。あとは、ワンピースはここのね、サテンの線があるんですけど、ここのおかげでこう胸周りや肩周りが華奢に見えるようになってます。あとはここがゴムになってるので、苦しくないけどこうウエストが細見えするっていう、ここもリボンになってるのもお気に入りです。はい、こちらのオフショルのトップスのポイントは、ウエストにね、シャーリングになってるんですけど、苦しくなく、ウエストがこの高い位置になってスタイルアップができます。この腕の大きめのリボンがこう手首で可愛らしさを演出してくれてます。あとね、ここのね、スリットもすごく手首を細く綺麗に華奢に、見せてくれるポイントです。はい、こちらのシャツワンピースのポイントは、このベルトの位置が、高めにあってスタイルがよく見えます。足長効果。なんかシャツワンピって若干ね、カジュアルになりすぎちゃうんですけど、こう女性らしい形にこだわりました。このワンピースのポイントはですね、この開き方がね、すごくデコルテも綺麗に見えて、いやらしすぎず女性らしい感じになってます。なんかチェック柄って子供っぽくなりやすいんですけど、柄にもこだわって大人にも着れるようなチェックのワンピースになってます。こちらのニットワンピのポイントは、今私はボタンがね、後ろに来る感じで着てるんですけど、これを前にしても後ろにしても 2way で着れるので、皆さん好きなように着てください。あとはね、こちらのリボンも自分で裾を調節できるので、まあ、食べ過ぎてもね、はい、楽ちんできると思います。このファンは別売りなんですけど、なんかこういうニットワンピに合わせても可愛いし、
あとコートを着た時とかにもつけても可愛いと思います。裾もちょっとフレアになってて女性らしいスカートです。はい、今日はミーユアーズの撮影風景を皆さんに少しだけお見せしたんですが、ミーユアーズ、名前もね、ユアーズからミーユアーズに変わって初めてのこうお洋服ということで、私もたくさんこだわりを持って作った商品なので、早く皆さんの手元に届いて来ていただけるのをすごく楽しみにしています。ユアーズからミーユアーズに変わって、大人っぽさだとか、どうしたら体が綺麗に見えるかとか、スタイルアップして見えるかっていうところにすごいとことんこだわって作った商品がたくさんあるので、ぜひ皆さんそこに注目して、ぜひ着てもらって、スタイルがよく見えるとか、なんか可愛く見えるっていう風になんか実感していただけたらすごく嬉しいなと思っております。そして今日撮影していた服なども、オンラインの予約が始まりますので、ぜひ皆さんそちらの方は概要欄の方にも書いておきますので、そちらをチェックしてください。私三上優がプロデュースして頑張っていきますので、これからもミーユアーズの応援をよろしくお願いします。